モニター検査って50代以上モニター専門家、モニキャンです。皆さん、ゲームのラグにお悩みではないでしょうか？スマホとかじゃなくて、スイッチとか、プレステとかで回線速度にお悩みの方、たくさんいると思います。敵がワープするとか、コントローラーで入力してから画面に行動が反映されるまで遅いとか、いわゆるラグい状態が続いているっていう方に、ぜひとも試していただきたい、通信速度が劇的に改善するかもしれない方法をね、いくつかご紹介したいと思います。無料で、しかもすぐにできるものもいくつかありますので、ぜひとも最後までご覧ください。で、まず試してほしいのが、ルーターの再起動。困ったら再起動っていうのは、もう機械の定番なんですよね。いつもは回線速度普通なのに、なんか最近ラグいなって思ってる方は、ルーターを再起動してみたら、一瞬でね、お悩み解決っていうことも全然あり得ます。ルーターっていうのは、ゲーム機とかね、パソコンとかと、LANケーブルっていうケーブルで直で繋がってる機械ですね。この辺に今表示されてるやつ。形はご家庭によって様々なので、お父さんとかお母さんに聞いてみましょう。で、ルーターの再起動のやり方ですが、めちゃめちゃ簡単。電源ケーブルを引っこ抜いて、30秒待って、もう一回電源ケーブルを入れるだけ。これだけでバッチグー。これをすることでね、ルーターの内部のデータが削除されて、通信速度が劇的に改善される可能性があります。特に通信速度が遅いのを感じないっていう人でも、1年に1回ぐらいはね、ルーターを再起動してあげるといいでしょう。そして2つ目は、有線で接続する。これ。無線 Wi-Fi でゲーム機をネットに繋いでる人は、今すぐ有線接続に切り替えましょう。無線接続、要は Wi-Fi で繋げるのは楽なんですけど、通信がね、安定しないんですよね。ぶっちゃけオンラインゲームをやるなら、無線で接続するメリットはないです。まあ、正確には、あえてラグらせることで、相手がね、戦いにくいように、フレームが飛んだり、ワープしたりとかで、有利に戦闘するラグ殺法もあるんですけど、これはもう他のプレイヤーからはね、村八分にされる害悪プレイです。やめましょう。あと、一応ね、プレイステーション5に限っては、Wi-Fi 6に対応してるので、理屈上はね、有線よりも Wi-Fi 6対応ルーターを使えば、無線の方が回線速度が速くなるんですけど、やっぱり安定性は有線の方が高いですし、有線でも最大 1GBps は出せるので、ゲームプレイでは有線の方がむしろ有利です。安定性高いからね。で、プレステ4とか5は今この辺に表示されてるんだけど、本体にね、LANケーブルの端子があるので、そこにね、ケーブルをぶっ刺せば OK。ただ、旧型のスイッチには、本体にね、LAN 接続端子がないんですよね。なので、USB 接続できる有線 LAN アダプターを別で購入しなければなりません。めっちゃけめんどくさいんですけど、任天堂スイッチで、スプラトゥーンとか、フォートナイトとか、エイペックスとか、スマプラとか、そういったね、対人対戦ゲームをやるなら、もう必須アイテムなので買っておきましょう。新型スイッチなら、もう直で繋げるケーブルがドックにね、ついてるので問題ないです。有機 EL モデルってやつですね。概要欄に有線 LAN アダプタのね、Amazon リンクも貼っておきます。そして、有線で接続しただけじゃ、まだ回線が遅いっていう人は、LAN ケーブルの規格をチェックしましょう。ゲーム機とルーターを繋いでるケーブル。そして、ルーターと回線終端装置を繋いでるケーブル。回線終端装置っていうのは、いわゆるモデムのことですね。この両方のケーブルをチェックして、ケーブルに CAT5 って書いてあるケーブルを見つけたら、すぐに CAT6 以上のケーブルを買ってきて交換しましょう。CAT5 と CAT6 以降の LAN ケーブルは、明確にね、データの転送速度と伝送帯域が違うので回線速度低下の原因になります。具体的に言うと CAT5 のケーブルは 100Mbps 以上出せません。別に 100Mbps 出せれば問題なくねって思うかもしれないんですけど、伝送帯域も小さいのでたくさんの機器とね通信をするとそれだけ通信速度が落ちます。スマホだったりタブレットだったりとかね。というか LAN ケーブル自体 CAT6 のものでも1000円もあれば買えちゃうので CAT5 を使ってる人はもう買えちゃいましょう。 CAT5 ってめちゃめちゃ古い規格だからね、もう骨董品です。さっさとっぽい。僕も引っ越しの時にね、ケーブルがごちゃっちゃって、昔のケーブルで間違って繋いだ時、めちゃめちゃ回線速度落ちちゃって、2、3日悩んだことありました。もちろんその後、古いケーブルは全部捨てましたね。そして、さらにね、回線速度を上げたい方、すぐにできて効果的なのが、DNS 設定っていうものを設定する。スイッチにも、PS4 にも、PS5 にもあるんですけど、設定のね、インターネット接続あたりにあります。そこの DNS 設定ってやつが、デフォルトだと自動になってるんですけど、手動に変更してプライマリを 8.8.8.8、 そしてセカンダリを 8.8.4.8
と4に設定してあげます。 DNS ってのは IP アドレスとドメインを紐付けてくれるっていうものなんですけど、ぶっちゃけこれ理解しなくていいです。とりあえず DNS 設定っていうのを今のに設定すると Google が管理してる DNS になって、通信速度がね安定して爆速になる可能性があるっていうことだけ覚えておきましょう。 DNS に興味があるっていう人は自分で調べてもいいし、ネットワーク系の専門分野に進めば勝手にね覚えさせられます。で、詳しいやり方なんですけど、スイッチだとホーム画面の設定からインターネットを選んでインターネット設定、登録済みのネットワークから使ってるネットワークを選んで詳細設定にある DNS 設定から設定します。プレステ4だとネットワークのインターネット接続設定からインターネットの接続を設定をカスタムにして DNS 設定のところで手動にして設定します。で、ここまでがメインですね。この後のはちょっとお金がかかったりするし、ゲーム機によっては使えなかったりもします。で、プロバイダのプランを IPv6 っていうのに設定すると通信速度がねマジで爆速になります。もう本当にね 50Mbps からもうそれをやるだけで 200Mbps になったりする。めちゃめちゃすごいんですけど、これね IPv6 って Nintendo Switch とか PlayStation 4とか対応してないんですよね。なのでプレステ4や Nintendo Switch で通信速度を上げたいっていう場合には意味なし、プランを変える必要はないです。ただ、PlayStation 5 や Xbox は対応してるので、最新ゲーム機で回線速度を上げたいっていう人は、全然 IPv6 にするのは、ありよりのありゆべってるち。IPv6 に対応したルーターとかも必要になるので、気になる方は詳しく調べてみてください。で、最後に、最終手段、回線を変える。ソフトバンクエアとか使ってる人は、今すぐそれをソフトバンクに送り返して、固定回線引いてください。モバイル Wi-Fi とか使ってる人も同様です。俺は家の固定回線だし大丈夫って思ってても、JCOM とかね、遅い回線もあるので、ちゃんと調べてみましょう。もう回線に関してはね、詳しく話すと、もうこの動画の尺どころの話じゃなくなってくるので、割愛するんですけど、少なくとも光回線を引いてない人は絶対光回線を引きましょう。もうゲーマーなら必須。回線速度も安定性も段違いです。ただ、回線工事は期間もかかりますし、回線を変えるってなったらね、今の回線を解約する違約金とか、工事費の残りとか、いろいろとね、お金がかかってくる問題なので、これはもう他全部を試した上での最終手段ですね。あと、インターネットがマンションプランだと、マンションの住人全員でね、インターネットを分け合うことになるので、極端に言うと、もうめちゃめちゃ重い動画をダウンロードしてるやつが何人もいたら、もう回線速度がその時間帯爆下がるっていうこともあり得ます。なので、お金に余裕があるっていうなら、自前でね、戸建て用の回線を引くっていうのもありです。これもね、大家さんに許可を取ったり、新しく工事をするので、お金がかかったりと、まあ、いろいろとめんどくさいので、配信者とか YouTuber とか、回線速度と安定性命、みたいな人以外はやらなくていいと思います。そういうやり方もあるよって覚えておくと、まあ、将来ね、人気配信者とかになった時に役立つかもしれません。というわけで、Nintendo Switch や PlayStation 4などのゲーム機で回線速度を爆上げする、そんな方法を紹介しました。まあ、後半のね、回線、要はプロバイダーを変えるとか、戸建て回線を引くとか、そういうのはね、ハードルがちょっと高いんですけど、DNS 設定をするとか、ルーターの再起動をするとか、今すぐできちゃうものもあります。LAN ケーブルの交換もね、ぜひやってみてほしいですね。これマジで盲点。目から鱗よ。ケーブルってね、ガジェット関係で一番見落としやすいんですよね。モニターのケーブルとかもそう。ぜひとも今回紹介した方法を試してネット回線を爆速にして快適なゲーミングライフを送ってください。そんな感じで動画を終わらせていただこうと思います。最後にこの動画が良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。シン。